ますよね、はい、その分前に槙野が上げられるんですけど、ね、シュート体勢は、うん、どうだ来たかキーパー取れない同点レッツ梅崎値千金早くも追いつきました前半6分浦和レッツ梅崎の右足のフィニッシュネットを揺らしました1対1平瀬さん、はい、大変なゲームになった予感がしますそうですねやっぱり浦和もやっぱ個人能力高いですからね今のシュートにしてもね非常に落ち着いてましたよね落ち着いてましたねそしてこのスタメン行きましたね行きましたねワンタッチで送ったボール胸で落として最後は左足のシュート切り替えたのを右足のシュートこれが効きましたで石川選手もね、はい、少しこう焦ったんですかねはい出過ぎましたねちょっとスライディング気味になっちゃいましたからあ大変な何か波乱組の幕開けとご紹介したいと思います今日のベガルタ仙台浦和レッズはもうすでに両チームに1点ずつ入っていますまだ立ち上がり7分になっていませんさあスルーパスが送られましたボックス内の攻撃ですレッズです今度はレッズに球がついてきました宇賀神が上げる、うん、落としたボール一度横パスで繋いできましたブロックを間を通ってこのボールクロスマイナスヘディング